層の端っこの方にある中国鍋屋さん。妙に入りにくい店ですが結構好きです。この異国感がある雰囲気、他のお客さんもほぼ中国の方がほとんど、やたらハイテンションな曲が流れまくる。飲み物も中国の専門酒もあり、飲み放題も選べます。サイドメニューも含め食べ放題です。中国鍋用のガスコンロのようです。冷菜を選びます。とりあえず適当に。漬けタレも自分で調合します。僕はパクチーネギ大盛りで。この色々選べれるのがやばい。練り物系、種類が豊富で野菜も大量にあります。一回の来店では試しきれない楽しみがあります。おすすめはまず、海鮮系でスープの旨味を作ります。一回の肉のボリュームがすごい。これが本当に何かわからない。これもわからないけど、どっちも食感がすごくて美味しい、砂肝が美味しい、西成好きにはたまらない。いい感じになってきた。エビ、カニ、ホタテを堪能。野菜たっぷり攻めてきます。肉も攻めてきます。最終的に出来上がったスープがめっちゃうまいのよ。デザートも豊富。なぜかワッフルがうまい。